本間コレクションは北海道恵庭市にかつて存在した美術館、株式会社本間武雄が経営していた。北海道出身の芸術家本間武雄が収集した美術品を展示公開していたが2003年に完全閉館している。 ウェルフェアコミュニティデザイン株式会社 http コロンスラッシュスラッシュ www.wfcd.co.jp スラッシュ以下当時の公式ウェブサイトによる JR 千歳線、江庭駅の南西、江庭公園のそばに位置していた付近にはイザリ川が流れる当初は仏像や彫刻品をメインに展示していたが2000年頃からは 展示物の縮小に伴い美術館へと衣替えをし、本間武雄の世界と題して、本間武雄によるシルクスクリーン版画作品や、本間武雄に関する資料、その他、約3000頭もの蝶の標本や、5ミリメートル四方の聖書の豆本、宇宙から地球に飛来した陰鉄などを展示していた。館外には、小野洋子の協力のもと制作した。 世界で2番目となるジョン・レノン兵は記念碑や物資、松久総林は原型を制作した全長10メートルの釈迦涅半像を展示していた。ありがとうございます。